農駅は山口県宇部市伊能町2丁目にある西日本旅客鉄道の駅。宇部線と小野田線が乗り入れ、宇部線を所属線としている。小野田線の線路名称上での正式な起点駅でもあるが運転系統上は隣の宇部新川駅を始発終着としている。改札付近駅構内元は短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ。 地上駅であった。単式ホーム側に駅舎があり、二つのホームは、個線橋でつながっている。なお、駅舎から最も遠いホームから番号が振られており、単式ホームが4番線、島式ホームが3番線となっている。その後、島式ホームの駅舎反対側の2番線は使われなく、なった末に、柵で閉鎖され、相対式2面2線となった。 宇部新川駅管理の無人駅であるが、自動券売機が駅舎内に設置されている。1999年頃まで貨物列車が発着していた名残で複数の側線を持つ。当駅から専用線が駅西側の共和発行工業宇部工場や南側の宇部鉱山宇部工場などへ分岐していた。なお、宇部鉱山宇部工場への専用線は、 宇部港駅からも分岐していたが、当駅は主にカップロラクタムの輸送に使用されていた。1日の平均乗車人員は以下の通りである。1993年頃までは、駅前を通過する宇部市 A バスの路線バスが存在した。ありがとうございます。